ドンキーのいいの庄内。ユーミンの声を聞くとシチューが食いたくなるのはなんでだろう。ラジオなのに今鉄とも一生懸命やってます。ドンキー佐藤です。今日は波の花が舞っていました。今年もとうとうやってきちゃいましたね。佐藤康子です。来るものは来るんです。来ちゃいましたね、拒まない方がいいですよ。確かに、いや本当に、はい、防ぎようがないんだから、だって、そうどうすることもできないんですよね。できないでしょ、うん、何でもやっぱり受け入れることが大事。はい。それに抵抗しようなんていうふうに考えると、はい、もう無駄な力使っちゃうんだから。そう、抵抗したくなるんですよね。なんとかならないかなって。そこなんだよね。はい。もうそれやめれば楽になるのに。そう、そこなんですよね。そこなのよ。受け入れればいいんだと思うんです。そう、早めに受け入れた方がいいと思う。どうせ、そうですよね、もう何回も言ってるけど、はい、どうせ12月1月2月3月、冬はこの4ヶ月だけ、はい、1年の中でね、うん、はい、だからいいんだって。うん、だって冬は冬でいいことだっていっぱいあるんだからさ、はい、うん、そうなんですよ。なんかダメなことばっかり考えてしまうから。そう、自分にとって不利なこととか、うん、でそうじゃなくていいことをあげればいいじゃん。冬の庄内のいいところ、なんなんでしょうね。なんかこう友達とか知り合いとかで会ってても、その冬のいいことが一つも出てこないんですよね。ハンダラジルあるじゃん。そこは出てこない、ね、なんで なんかあまりにも身近というか日常すぎるのかもしれないです。その日常が大事なのよ、はい、足元が、はあ、足元が、ね、足元が確かに。それ言っときながら自分だってそうなんだよ。俺だって、はい、やっぱりそうだもん、はい、うんうんうん、俺だから冬はだからいつも言ってっけど、はい、獣医療が切れるから、うん、だから冬が好きなんだもん俺。あーねえ、好きな人は本当に好きなんですよね、好きなのよ。うん、夏はだって別にポロシャツと T シャツと短パンでいいわけじゃんか。まあまあまあ、極端な話、極端な話ね、はい、うん、特に最近ね、近年暑いので、笹尾さんみたいさ、冬でもそういう人がいるんだから。今日だってタンクトップと短パンで走り納めなんだって。そうなんですか。何やってんのこの人。洗濯日和の豊橋だって15度。あ、15度だったら、うん、いけるのか。いけますね、はい、だけど俺は別に T シャツ短パンじゃなくて、はい、それは仕方なく暑いからやってるんであって、うん、本当は冬の獣医療が俺着たいもん。あ、そっか、ドンキーさんそっちが好きなんですよ、うん、うんうんうん、だから冬のものの方がアイテム的に俺感情したけど、はい、すげえいっぱいあるよ。わかります。やっぱ小物も多くなるんですよね冬って。ああ、そう、手袋にせよ帽子にせよ、はい、マフラーとか、マフラーも、はい、やっぱり毎年秋ぐらいになると、はい、新たなアイテムを付け加えるもんね。ああ、それはあります。だからこの前、うん、たまたまコープでやった宝智くんに、うちのコープで会ったんですか。コープで、よくコープで会うんだよ彼と。コープ仲間なんです、ね、コープ仲間で、お前、はい、これいるって言って、はい、新たに買ってしまったキルティングのジャケットがあったんで、バブアの、はい、だから古いバブアのキルティングジャケットをホーチ君にあげました。着るって言ってました。ええ、いいんですかって、いいよ俺のだけどって、いいよ着ろよって、はい、ちなみにホーチ君というのはYBC のラジオの社員です。そうなんです。黒いのが好きだからちょうど黒いのでいいんですって言ってたよ。あ、よかった。お前少し色のあるものつけろよ若いんだからって言ったんだけど。黒系が好みなんです、ね、黒系が好みらしいです。庄内の教頭さんです。ありがとうございます。先週芋煮の話してたじゃない。うん、本当に全くだと感心して聞いてましたよ。庄内に来て私3年目、はい、職場ではたかだか芋煮なのに毎年毎年同じこと言って疲れないのかなと呆れてますよ。庄内の芋煮そりゃ美味しいですよ。
必ず厚揚げが入るのもすごくいいですよ、はい、そうそうそう感じは、うんうん、だからね言いたい、いい加減、はい、牛肉醤油味にも慣れてくださいよあなた方里芋の美味しさはでもね山形市が一番だと思いますよ。みんなの前では言わないけど、うん、そう言えないんですよやっぱり庄内にいるとね、うぜね。そう庄内にいるとやっぱり言えないんですよ。俺もね、はい、俺もね庄内のねインフラ整備に尽力したのはね、はい、まあ吉明だと思ってるんだけどもさ、まあ吉明だと思ってんだけどもさ、はい、言わないけど。あ、言わない方がいいです。言わないですよ。そう、そういうところは言わない方がいいです。そういうところは言わないです。え、特にあの将来ではね、言えないです。してた方がいいです。でも土台を作ったのは何？おじいちゃんと僕は思ってるんですよ。ピーピーが入ってくだ、入れてください。ぜひそこを。町の整備とかはいおじいちゃんが。それ多分みんな認めてませんからね。あ、認めてないですよ。だから僕は言わないけど、はい、でもいろんな文献を読むと。あ、はい、そうだよなって思うよ。うんうんうん、多分みんな街の整備とかそこだけ耳が聞こえなくなるんじゃない。聞こえなくなるんだよね。すごいよくできてんだよね本当に。じゃあ、ね、あんたたち武藤でよかったのかって言いたいもん。あの荒くれ者の武藤でよかったんですかあんた方って。そういうとこは、ね、俺は言いたいんだけどもね、はい、そこはそこ、これはこれなんですよ、ねね、でもやっぱり言えないんだよね、うん、風に無勢だから。そうですよ。はい、誇り高き庄内人ですので、そうです、はい、春さんです。はい、ありがとうございます。話をそっちに持ってきます、急いで、はい、細かい話ですが先週の放送で安子さんが根津ヶ関とアクセントされておりました。もしかして局内で圧力があったのではないかと瀬戸内海の海を見ながら心配しておったんですが、晴れの国岡山から晴れない日本海側に帰ってきてどうも調子が悪いんです。春はやはり西国は豊かでしたね。そりゃそうですよ、文化が生まれたのは西国、うん、ね、もう前方後円墳を見ればわかるじゃんか、うん、で、あの前方後円墳なんてなくなったと思ったらやっぱり西国の方はあの寺院の文化が入ってきたから、あの手の古墳文化っていうのはどんどん押しやられてしまって、はい、こっちの方にで残るしかなかったんだもんな。ああ、それで残ってるんですね。嘘、流行りに弱いのよ西国は。1時間の番組開始の前倒しで調子が悪いようですね。この1時間の前倒しはいわゆるサマータイムと同じ状況だと思います。本当だ、調子の悪い仲間としてこのサマータイムについて1分だけ時間ください。はい、お願いします。サマータイムとは簡単に言うと日の出が早くなる夏場に時計の針を1時間進めて明るい時間を有効活用する制度のことなんだけど、このサマータイムの功罪があるんです、うん、まずメリット1、はい、番組が終わった後の明るい時間が増えることで出演者視聴者のレジャーや商業活動が増えて経済効果が期待できるんだ。2、番組が終わった後の時間が増えることで家族や友人との時間を持つことができて生活の質が向上する可能性があるんだね。そしてデメリット1、時間変更によって睡眠パターンが乱れ睡眠不足や注意力散漫、さらには生活習慣病を引き起こすリスクがあるんだ。特に高齢者は睡眠リズムが乱れやすい傾向があるんだ。ドンキーさんは注意だね、随分と乱れてます。土曜日に関してはあ、やっぱり乱れてますか、はい、背中が痛いです。今もちょっとあの眠気が薄く目のあたりに入っております。 あるんですね、やっぱり、2、うん、時間変更による混乱や誤解が生じることもあり、特にビジネスでは影響を受けることがあるんだね。リスナーの混乱はまさにこれだね。あ、確かに時計代わりみたいなとこってありますもんね、体の中で。あるね、うん、これ始まったら何時とか、うんうん、やっぱりずっとあの前回も言いましたけど二十、はい、何年とずっと染みついてるわけだから。そうなんです、体にね、はい、11時から土曜日はっていうのが、はい、だからやっぱりまだおかしいね。そう、仕事は私終わってからの方が、ええ、あれってなることが多いです。あ、僕もそうね、まだこの時間っていう時がすごい、うん、なんかまだらぼけ入ってんもだって土曜日午後は危険ですね。さて今日の鶴岡のお天気はいかがなんでしょうか。
はい、今日はあの荒れ模様のお天気となっています。あの雨はそれほど降ってはいないんですが、空の状況目まぐるしく変わりまして、はい、今は青空が広がって日が差してるんですけど、まあ10分15分ぐらい前はこちらのどんよりとした雲に覆われてまして、非常に暗い状態となっていたんですよね。それ今の僕です。晴れたと思ったらまた曇り、雨が降ったと思ったらまた晴れてみたいな、はい、うん、あの変わりやすいですか。そんな感じです。まさに秋の空ですよね、はいはい。で、また今日はですね、風が強く、もう本当外に出るとゴーゴーという音が聞こえるほどとなっているんですね。で、先ほど波の花も舞っていたと言ったんですが、うん、私今日はですね、車でちょっと波も被るほど、エッパもありまして、ちょっと沿岸部の方、お気をつけていただければと。はい。波も高くなっていますね。そうだよね。気をつけないとね。そうなんです。だって通行止めになる時もあるもんね。はい、あ、そうです。あまりにひどい日はね、通行止めになるんですよね。東名高速のあの有名なところあるもんね、波かぶるところね、あんな感じになっちゃうもんな、はい、庄内でもねやっぱりそういう場所がいくつかあるので、ちょっと沿岸部をドライブしている方はね気をつけていただきたいと思います。さて今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。こちらまでお寄せください。電話は 023-634-0918 023-634-0918、 メールの方は YBC のアプリと YBC のホームページからリクエストボックスいいのの欄に送ってください。お待ちしています。この番組は鶴姫メロン殿様のドラチャ豆の JA 鶴岡フルーツタウン串引き産直アグリ、作る人の真心を食べる人の安心に JA 全農 A コープ、庄内の食材を生かした美味しいパン、パンハウス庄内、鶴岡市立加茂水族館、湯の浜温泉絶景屋上露天風呂宮島の提供でお送りします。 JA 鶴岡のガソリンスタンドはお得がいっぱい。二次元コード決済でいつでもお得に給油、さらに産直モントアールで2000円以上お買い上げごとに現金決済でリッター8円引き、さらにさらに毎月25日はスーパー丸得の日でリッター8円引き、給油は JA 鶴岡で、ライン割引もやってます。パンハウス庄内が鶴姫メロン、ダダチャ豆、トマトなど地元庄内の食材のうまみを生かした美味しいパンをお届けします。パンハウス庄内よろしくな。楽しい休日過ごしませんか、湯の浜温泉ホテル宮島、さあ出かけよう、道の奥では地ホテル宮島。庄内な庄内は梅物エペで下張り越える。いいの庄内。今日最初は酒田市の話題です、はい。以前リスナーさんからのメッセージで、シャインマスカットのジャムが話題になりましたよね。ですね、はい、いただいたんです。そうなんですよ、はいはい。この番組がきっかけとなり新たなチャレンジをしたというのがそのメッセージを送ってくださった方、酒田市の産直ホワイトハウスの斉藤祐樹さんです。そうです、はい、大統領選が始まる頃だったからだからホワイトハウスでなんかねグッときたんですよ、はい、うんうんうん、なんかつながりがねなんかありましたよね、はい、はい。でそのジャムが完成した際に番組宛てに送っていただいたと。そう、僕は粒入りのやつを。ああそうなんですね、はい。実は今日、はい、今朝あれ偶然俺食べてきたよ。だって朝お茶と一緒に。いや合いそう、紅茶にもまた紅茶僕ウーロンでいただいてきました今日。ウーロンですか。ウーロンでいいですね。うまいんですよ、はい、これが。おー、
粒っていうのもいいですね。粒のやつをね、でまあ、あのより美味しいブドウを作るために、あの房を間引く摘房という作業の中で切り落とされてしまったブドウを何かに活用したいという思いからジャムを作ろうと考えたそうなんですね。素敵だよね、はい、捨てればゴミ。そうだけど活かせるもんね、ブドウは。だって摘化されたって、はい、食べればやっぱり美味しいわけで、うん、ちゃんと育ってきたものだから。ブドウの味がしますもんね、はい、するね、はい、今日はですね、その斉藤さんとお電話がつながっていますので詳しいお話を伺っていきます。早速お呼びしましょう。斉藤さん、こんにちは。あ、おはようございます。おはようございます。どうも。よろしくお願いします。爽やかな声ですね。どうしたんですか、その声は。いやいやいや、あの、カラオケで鍛えてきました。素敵。それからジャムも送っていただき、本当にありがとうございました。とんでもないです。あの、ドンキーの飯野姉妹、あの、俺、二十歳の頃からずっと聞いてて。え？わあ、すごい。あの、今年で私、あの、44歳なんですけど。そんなになるっけ、うちの番組って。本当に。確か、俺、あの、就職したのが、あの、二十歳の頃で。はい。はい。で、その時に確か始まったような気がした。ああ、なんか最初は、ええ。薄く始まったんですよ。そう、30分ぐらいで。30分ぐらいで。はい、そうでしたね。で、すぐ終わるからって言われてて、その時のディレクターから。半年かかんないで終わるかもみたいなね。そう。お金も本当にかかんないようにして、はい、そうなんです。あの、こそこそっと電話で繋いで、で、なんか収録したみたいな感じだったんですよ。ドンキーさん一人だったんですもんね。そもそも最初は一人です。はい。しかもスタジオ内ではやってませんでした。なんか、大部屋の隅みたいなところで撮ってたんですよ、だって。でもそのくらいなんかね、あの予算も、はい、あのなくてね、もちろんスポンサーさんもついてなくてさ、一社も。うんうんうん、最初はそうでしたね。そんなとこから始めたんですよ、うちの番組。うん、でも、俺には全然悲壮感がなかったんだよ。うん、たんたんは本当にもう、土曜日の、休みの時に、はい、出勤してて、もう、これだけが楽しみでしたもん。あれっていうことは、斉藤さんってもともとはサラリーマンかなんかやってたんですか、はい、会社員っていうか。そうですね、二十歳の頃からずっと農機具関係の仕事にずっと23年くらい勤めてて。あら、そうですか。実は今年の春から始められたんですよね。あ、農業？はい、はい、実家ずっと農家ですけども。はい。何代目ですか、斉藤さんで。私で13代目ですね。何それ何13代って何それ。江戸時代とかですか。そうですね、300年前くらいにあったっていう、一つ足したら有名な日本酒になっちゃうよね。そうですそうですね。何それ13代ってそうなんですか。暴れん坊将軍の時代に、うちの。あ、吉宗？そうです。はい。上様。すごい。吉宗か。その時代からじゃあ、酒田で農業をそちらでやってそうみたいですね。はい。うちの、去年99歳で亡くなったおじいちゃんが、調べて、で、家系図をずっとこう、巡っていくと、ちょうどその300年前の、方にこう。すごいね。ええ。酒井さんの時代だよね。もちろん。そうですね、まさしく。はい。ねえ。嫌になっちゃうな、そんな人と話し、そんな人がこんな爽やかな声出していいもんかい？いや、爽やかな声って初めて言われましたよね。爽やかです。爽やかですよ。あ、わかった。シャインマスカットのジャム舐めてるから。そういう声なのかもしれないよ。甘い声っていうか。あるかもしれないですね。甘い。ある。甘いよ、斉藤さんの声。じゃあ、斉藤さん、もともと、最初からというか、じゃあ、お家を継ごうかな、みたいな感じではあったんですか？そうですね。頭の片隅に、いつか、俺やるんだろうな、っていうのはあって、はい、で、小さい頃からうちの親父に、まあ、うちずっと本家だったので、お前は
あの大きくなったら長男はな必ずあの農家継がなきゃいけないんだぞっていう、これはもう長男の呪いだみたいなことをずっと言われてて、うん、呪いみたいな、呪いみたいな、はい、そうですね、だからまあいつかはやりたいなとちょっと思ってたんですけど、なかなかこう踏ん切りがつかず、もう今年まで来てしまったんですけど、なんでこのタイミングだったんだろう。あのうちの親父が今年で、はい、70歳になって、あでもまだ若いですよね。はい、まだまあ、地域でまだ80超えたお父さん方が頑張ってるんですけど、そうなんですよ、押し曲げながら、あの、トラクターとか乗って頑張ってるんですけど、そうですよね、それで今年の2月だったが足骨折して、はい、でそれでちょっと作業できないからお前やってくれっていうのがあり、はい、でその作業やってる途中で今度うちの親父が白内障になってしまって、あそうですか、でこれはちょっとさすがにうち結構野菜から稲作から、はい、幅広くやってるもんで、はい、一人でやらせれるの、まあ、うち の母も手伝ってはいるんですけども、まあ、メインで動いてるのがうちの親父だったんで、あそうですか、はい、これは本格的にやらないといかんなと思いまして、だって斉藤さんだって家族は持ってらっしゃったんでしょ、はい、そうですね、子供2人、はい、中一と、小学、そうなんです、はい、もう一大決心で、うん、もうもちろんうちの奥さんからはもう大反対されたんですけど、ああそうなんですか。でも、はい、今ではねちゃんとね、奥さんともね仲良くしてらっしゃる、はい、そうですね、もう本当にありがたいです。大丈夫、俺昨日、うちの近所に、はい、熊野神社に夫婦欅っていうところがあって、誰からも頼まれてないけど余計なお世話かもしれませんが、斉藤さんのために拝んできましたから、はい、ありがとうございます。大丈夫だよ。そうなんですか。ああ本当ですか。斉藤さんになり変わって、だから大丈夫、いい夫婦の日でしたから昨日はね。そうなんですね、昨日は何の日、夫婦だよ。でもそういったことが重なって、まあ、この春からっていうことになったんですね。そうです、本当に今年の5月の田植えからですね。あじゃあ お父さん、よくと養生 してくださいね。うん、そうですね、目もね、目も今ではほら、手術とかもそんなにおっかなくなくやれて、簡単にやれて、すぐ回復するらしいですから。おとなしくしてればよかったんですけど、手術した、午前中手術して、午後から普通に仕事をしてて、あ、大丈夫なのって言ったら、そんなこと言ってらんねえよって言ったら、ちょっと悪化してしまって、ああ、だめよ、それ、だめです。今、もう今はもう、独眼流政宗になってますよ。そう、笑っちゃダメだけどね、佐賀 なんでしょうね、もう動かないといけないっていう、やっぱりお父さんね、マグロと同じで、もう止まったら死んでしまう人なんで、ああ、なるほど、そういう人いるんだよな、止まってるのはちょっと辛いことかもしれないんですけどね、やっぱり、何より黙ってることが一番だよね、俺の先輩もさ、山形市の副市長なんだけど、はい、走るんだよね、やめりゃいいのに。市民マラソンかなんか休めないんでしょうね。そうなの、目手術したんですよ、その方も。あ、そうなんですか。やっぱりそういう時はね、ちょっと無理してでも休んでほしい。そう、無理しない方がいいのに。そう、休んでほしい、ね、休んでほしい、はい、で実際斉藤さん、農業やってみて今どんな思いがありますか。やっぱり去年あたりから、来年、次の年から、まあ、農家やってみたいなっていう思ったそのきっかけがあって、はい。はい。で、まあ、農業って、まあ、皆さん持たれるイメージって、こう、昔からその 3K とかきついとかあって、うん、きつい、汚い、臭いとかいろいろあるんですけども、うん、
まあ、確かにあの外でやる作業もあって、あの、まあ、あの大変な時は大変なんですけども、はい、でもその、まあ、シャインマスカットを、まあ、をそのお客さんからあの注文を受けたのを届けた時が、まあ、お前届けてくれって言われて届けに行ったことがあって、はい、でその時にすごいあの喜ばれて、ファンだったんです。ありがとうございますって、なんか本当にもう、美味しくて美味しくてって。はい。で、それでなんか、今までその、まあ、ずっとそのノーキング関係の仕事をやってきたのも、やっぱりお客さんからこう、喜ばれるのが楽しくて。ああ、そういうのって仕事って大事だよね。二十数年間やってきたんですけど、はい、この農業やってても人からこう、感謝されるとか、はい、ありがとうってこう言ってもらえる時ってあるんだと思って、これがすごくなんか自分の中でこう嬉しくて、で、あ、農業をやっててもこういうお客さんと直接こう触れ合ってこう感謝されるっていうことがあるんだと思って、それ、あ、これだったらなんか面白そうだなと思って、はい、あ、それ大事だよね、その気持ち、そうですね、それ大事だよ、今多分聞いてる方ラジオってやっぱり農家の方多いんで、つけっぱにしておいてっていう、多分ね、うなずいてる方たくさんいらっしゃると思いますよ、そうですよね、うちの親父もやっぱりその産直始めたのもやっぱりこの、まあ、地域の人からこう喜んでもらえるって、おいしいって言ってもらえるのがなんか嬉しくて、なんかやってるっていう、ホワイトハウスね、ホワイトハウス素敵な名前ですね、そうです、はい、もう完璧にもう親父ギャグなんですけど、あ、いいじゃん、俺すごくそういうの好きなんだけど、人ってどうもほら悲壮感持ってやる人、はい、タイプの人とかもいるじゃない、大変なんだけど本当頑張ってやってますって一生懸命やってんだけど、なんでうまくいかないのかなみたいな人っているじゃん、いますね、よりもやっぱりそれだったら楽しくやった方がいいもんね、そうですね、本当に、お前他人事だからそんなこと言えるんだろうってよく言われるんだけど、だってこの番組だってそんな誰からも当てにもされてない30分の俺一人でやってて隅っこの方でそんな引き継ぎみたいにしてやってた時だって俺悲壮感なんて一切なかったから、それと似てるんだよね、あ、ね、やっぱりそう一つやりがいがあると、ね、前に進んでいけますよね、そう楽しいんだもん、だって、はい、ワクワクするし、そんな人いっぱいいる大部屋の隅っこの方で申し訳程度に番組作ってるみたいなワクワクするじゃんか偉そうにしてたおじさんたちいっぱいいたんだからその時ね、今考えると確かにそうですよね、はい、あとですね、ちょっと斉藤さんにはこう改めてマスカットジャムについてもいろいろ聞いていきたいんですけれども、そもそもマスカットジャムを作ろうと思った経緯から教えていただけますか。はい、ちょうどその一人でその親父そのずっと家で寝てたんで、ひたすら俺一人でやってたんですけども、こう、まあ、さっき冒頭でもあったその一つの、シャインマスカットを美味しくするためにいいやつ残して悪い方をこうちょんと切って、要は俺もその作業やってて、はい、で、はい、だいたい6月くらいからその作業始まるんですけど、でちょうどこの、自分こう一人でやってたっていうのもあって、ちょっとそのいろんなこう作業をしながらやってたもんだから、はい、どん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 この、はい、遅れてしまって、うん、あ、間引くのがですか、うん、はい、そうですね、うん、はい、で その間ずっとこう、2つなってるやつがどん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 大きくなってたんですよ、あー、そっか、はい、それで、はい、まあ、早い段階で積んでしまえばもう酸っぱいだけのマスカットなんですけど、やっぱ大
それなりに大きくなっていくと、うん、まあ、500円玉台くらいまでちょっと、なってきちゃった。それだとちょっと立派すぎるもんね。それで、積みながら食べるじゃないですか。はい、そうすると、なんか、いちご食ってるみたいになんか甘酸っぱくて、あ、これうまいと思って、これもったいないなと思って、それでなんとかならんもんかなって思って、ずっとこうもん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 してたら、そうだよね、自家消費だけではやっぱり、はい、ね、どうしても限界があるしね、でちょうどあのドンキーさんのラジオ聞いてたら、その、はい、原ペコファームの高橋さんが その流れなんだよな、はい、電話で実演されてて、でジャムの話してて、あ、これだと思って、はい、でもう早速次の日、電話して。早い。それがいい。そう、行動力がすごい。間髪入れない。これ、はい、これよ、これ。いや、本当に、もう、ドンキーさんの門は叩いてみないとわからないって、そうです。もう、これやと思って。その通りなんです。すべてそうなんです、世の中って。どうせ断られるだろうとか、どうせこんなことやったって、ダメなんでしょとか、どうせとかっていうふうに必ず言う人っているんです、世の中には、ね、はい、そういう人って絶対何やってもうまくいかないですから、あ、早くやる、はい、断られてもいいから早くやる、これです、そうです ね、 ね、で電話したら快く引き受けてもらって、よかったね、そこも素敵です、それでちょうどその頃枝豆の作業もちょうど収穫作業もやってた頃なんで、はい、で手ぶらで行くのもなんか申し訳ないなと思って、はい、うちで採れたおつな姫っていう和製品種の枝豆なんですけど、はい、それを持って、はい、まあ、挨拶があったら行ったら、すごいいい人で、はい、もうすごい、なんか、気さくに、こう、もう、あの時、何時間話したんですかね。1、2時間は多分、話してたと思うんですけど。わかります。それはやっぱりベースが一緒だから。ね、そう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 、ね。なんかあるんでしょうね。そうなのよ。戦友なんですよ。そうそうそう。ある意味。ねえ。じゃあ、ジャムを、こう出来上がった時見ていかがでしたか？いや、もう感動しましたね、なんか。だよね。もう、もうこの、できてきたのが、シャインマスカットが全部売り切った後なんですが、確か10月1日とかそんな感じだったんですけど、まあ、7月くらいに持って行って、はい、で、まあ、2ヶ月半くらい待ったんですけど、ね、はい、で、この、まあ、もう、稲刈りしながら、あ、まだかな、まだかな、電話来ないかな、まあ、来ないかなと思って、それで、来たと思って、もう、本当は最初、ペーストしたやつを発注してたんですけど、うん、高橋さんのご厚意で、果肉をそのまま残したタイプの、そう、まあ、コンポートみたいな、ジャムも一緒に作ってくれてて、分かってらっしゃるよね、本当にもう今思えばあれ本当にもう自分の中でもう ありがたくて、これ見た瞬間あ、これいいと思って、すっごい綺麗ですよね、金色なんだよ、オレンジの冷蔵庫に今あるけどさ、はい、金色なんですよ。すごいです。豚肉なんか焼いてそれ塗って食べてごらんさいよ。あ、最高にうまいから。あ、いいですね。焼酎とサイダーで割っても美味しいですよ。あ、うまいよ。あ、そっか。マスカットサワー。そういうのもありますね。俺ね、イングリッシュマフィンにね、近くのパン屋さん、はい、からね、イングリッシュマフィン買ってきてね。ああ、いいですね。あ、アメリカンクリームチーズと、この、マスカットジャムを塗って、スパークリングワインを飲んでおります。いやー最高ですね。実はジャムを作ったその原ペコファームの高橋さんからメッセージが届いておりますので、あ、そうですか、はい、代わりに紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、斉藤さんからいただいたのは、夏まで大きく育てていたけれど最後の剪定で主役に選ばれなかったシャインマスカットたちだった。
見た目は申し分ないくらい立派だが、味が乗る前に剪定をしているので、やや甘みと香りが足りないところもあった。高橋さん家の冷蔵庫でしばらく寝かせ、甘みをつけた。足りない分は砂糖で補い、香りは国産の香りの良い白ワインでカバーした。斉藤さんからはペースト状果肉なしというオーダーだったけれども、粒が立派だったためペーストにするのは忍びなく、粒を残したコンポート仕立て果肉割りも提案。そして2種類のジャムが出来上がった。食べる人の口に届く主役の果実が出来上がるまでは廃棄されてしまうものも多い。主役じゃない方のマスカットがジャムになることで、主役にも負けてない美味しいジャムになれるんだぞ、よしやったぜという気分になるというメッセージをいただいております。素敵ですね。どうですか、ね、このメッセージに。ハンカチ王子斉藤佑樹、なんか事前にいただいた資料で、そうだ、学生時代のあだ名がハンカチ王子だったと。なんかいたな、誰かいたなと思って考えてたんだよ。あ、そうだみたいな。斉藤佑樹さんだ、ね、本当高橋さんからの素敵なメッセージですね。いやー、うん、本当にもう感動しますね。そうだよね、これ人も一緒だよね、はい、なんか俺のことばっかり言って申し訳ないんだけどさ、はい、俺何一つちゃんと最後までやれたことってなかったんだよ、子供の頃から。あと仕事を始めても、大人になってからも、はい、で全部中途半端に終わしてきてて、はい、あ、だからあの一つ仕事、あのこういう今のこういうお仕事をいただくあのくらいの時にいろんな人に会ってね、でその人たちからいろんな刺激を受けて、もちろんこの会社でもそうですけど、はい、辞めずにやってきたら今があるから、別に俺主役じゃないけど、いろんなね、いろんな人のそのエッセンスをいただいて、これだって、だってこのジャムだって高橋さんがあの香りが足らないのは国産の白ワイン入れたりとか、甘さ足らないのはお砂糖でカバーしたりとかって書いてあったのって、ああ俺も一緒だなっていうふうに思ったもん。ちょっとなんか綺麗事みたいに聞こえるけど、あ、いや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 、俺ジャムだなやっぱり。俺がジャムなんだよ。 今甘いんですか、廃棄されたものですから俺は。でも主役になれるんだろうって言って、はい、よしやったぜっていう気分にぜひ。やったぜ、はい。あ、それからちょっと時間がない中申し訳ないんですけど、はい、はい、あの先ほども何度か話になった産直ホワイトハウスについてもお伺いしたいんですけれども、ね、はい、ホワイトハウスの名前の由来なんかギャグだったみたいなのがありますけども、はい、もうどんな、あの、見た目まんまあの白いハウス。そうなんですよね。あの、うん、お家とかじゃなくて、あの農業用の白いハウス、はい、あの、アメリカのホワイトハウスを想像していくと、なんだって何ぐらいです。そう、手元に写真ありました今。そうなんです。そこがいいんです。そう、なんか畑の一角に ね、あるんですよね、はい、あの乱入したりしないでくださいよ、あっちは議事堂だから。こっちはホワイトハウス。なんか安田地区にこの2箇所あるって聞いてますけど。そうですね、2箇所、はい、あって、はい、あとあの近くの子ども園の、はい、あの中に、はい、あの一箇所その野菜売り場をあの設けさせていただいて、で、あの、あ、そうなんですね、うん、そう、はい、それもその、理事長さんの、考えで、やっぱりあの お父さんとかお母さんとか、やっぱりあの子育て世代は忙しいということで、うん、あの迎えに来たついでに野菜とか買い物できたらいいねっていう、あ、いいね、はい、そのことであのうちに声がかかって、あ、そうですか、子供たちもその野菜を直にあの見れるっていうところもいいよね。ああ、いいですね。あとどうせだったらそのうち、あの畑にね来てもらって、野菜どんな風にして作ってるのか、はい、子供たちにも見てもらったらいいんじゃないの、うん、ああ、そうですね、ね、もういつも野菜持ってくと、あのもう斉藤さん斉藤さんって、嬉しい、それは、うん、あ、なるよ、声かけていただいて、それはあなたの持ってる力だもん。ああ、子供ってね、あの、嘘つかないから、
子供とか女性の目っていうのは嘘つかないから。ああ、ね、本当ですよ。なるほど。素直な目を持ってますから。ああ、あんたおじさん、あんたダメって言われたらもうダメですから。いや怖い。いや怖いですよ。ねえ、本当に、ね、言われそうで怖い。今はなんかあのブロッコリーですとかキャベツとか作って育てているということですので、そうですね、ブロッコリーとかキャベツだんだんもう終わってきてて、あ、そうですか。今これから、はい、今日もあの、市内 の, その産直に出してきたんですけど、はい、あのなめこと、椎茸と、はい、椎茸。じゃあそっちの方はハウスみたいなところでやってるわけ、なめことか椎茸とか。そうですね、はい、それもあの白いホワイトハウスで、はい、販売をしていると。そうですね。冬の作物は何かやってるんですか。冬は完全にお休みにするわけですか。いや、冬はずっとあのもうこれからなめこですね。暖かくなる、本当にあの2月くらいまでは本当にもうずっとなめこをやってて。うまいよね、大根おろしとなめこ。俺はそこにあのもってん肉を混ぜ込むんだけどさ。いや、いいな。うまいんだよこれが。はい、うちのなめこはあの500円玉くらいの大きさで。あ、でかいね。大きい。だから本当一回あのドンキーさんにあの送ろうかなと思って。あ、嬉しい。何でもいただきます僕。前回ヤスさん、あのジャムあのちょっとあのや、あ、はい、渡ってなかったなと思って。はい、ぜひこの時にやってください。いや、そこは奥ゆかしくしなくて、おー、いただきますっていうふうに言った方がいいと思うよ。はい。ありがとうございます。はい。いただければ、はい、嬉しいです。はい。はい。申し訳ありません。あの、詳しい場所など、あの、インスタグラム、産直ホワイトハウスでチェックをしていただければと思います。はい、そうですよね。はい。では、最後になりますが、今後の目標など教えてください。はい。はい、そうですね。まあ、今の目標としては、あのうちの親父 の, その技術 の, その継承っていうのがやっぱり美味しい野菜をやっぱり育てないと、やっぱりあの、まあ、買ってくれるお客さんたちにやっぱりすごい失礼なので、はい、やっぱりあの、うん、そこはきちんとやっていって、であとやっぱり 今作ってるそのシャインマスカットをあの、まあ、うちのハウスで作ったやつ、なんかみんなこうあの皮が薄くてあの美味しいって言ってくれて、はい、なのであの今ちょっとあの、まあ、ブランド化しようかなと思って。あ、いいですね。なるほど。ね、でなかなかあの、まあ、どこ の, あの地方とは言いませんけども、あのお客さんからその、有名なところから買ってあの食べたけど、いや、あんたちの方が皮薄くてうまかったよって言われたことがすごいなんか自信になって、うん、だからもう自分の作ってるそのシャインマスカットを、まあ、あのブランド化して、はい、それで、まあ、一つ、こう武器を作りたいなっていうのが。あ、いいですね、はい、うん、それいいと思う。うん、それからそのマスカットを使った、加工品ですとか、はい、あのまあ、レーズンだと、まあ、干しぶどうとか作ったり。あー、レーズンもいいね。ねで、あともう一つ考えてるのが、そのマスカット、今、あるパティシエさんに、その、うちのシャインマスカットを使って、その、スイーツ作ってくれないかって今、食べる。いいじゃないですか。はい。うんうんうん、方がいて、はい、うん、で、その方にも今、その、まあ、今年ちょっと忙しいから、まあ、来年、話し詰めていこうねっていう話になってるんですけれども。楽しみ、うん。それはゆっくりやった方がいいですよ。ああ、はい、そうですね。そっちの方は。善は急げは急いでもいいけど、こっちはね、やっぱりね、楽しみにしてね、じっくりやった方がいいと思う。せかさずに。そうですね。なので、まあ、その、今、うちで作ったそのマスカットを、やっぱり美味しいマスカットを、まあ、作って、でブランド化して、でこの、まあ、生産から加工、はい、販売まで手掛けるそのいつかその会社を作って。おー、なるほど、はい、でやっぱりその
地域も高齢化で、もう人手もなくて、うん、でもやっぱりこの地区でずっと育ってきて、やっぱりこの地区自分好きなので、はい、何か自分やることでこう、恩返しできたらなっていうのはすごい、思いがずっとあって、素敵だね。いや、はい。なので、自分ここで会社やってこう、有名になってこう、いろんな、ところからが、一緒にやりたいっていう人が出てきてくれたら、なんか嬉しいなっていうのが、私の今、目標ですね。いいですね。ね、ぜひ叶えてくださいよ。はい、ぜひ。ね、はい、これからまあ微力ながらうちの番組を応援させていただきます。はい、あ、楽しみにしております。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、ではまた活動をね、これからまた広がっていくと思いますけれども、はい、その際もぜひまたラジオの方もよろしくお願いいたします。はい、はい、今日は本当はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、失礼します。ありがとうございます。お酒飲みながら語ったら。朝だろうねこの人とは。いやでしょうね。あ、話尽きないね。うん、お話伺ってて、ちょっと300年続いてきたのが、だから分かった、気がしますね。みんなね、ただ愚直にね、うん、やっぱりその野菜をね美味しくね、はい、作ってきたっていう、そこが誇りなんだよ、うん、この、うん、斉藤家のな。できっと中に斉藤さんのように、うん、こうなんか加工したりとか、新しいことをされる方も中にはいたからこそうまくこうつながってきたのかなって。その13代の中にはね、はい、はいはいはい、12代の中には12代の中には、いらっしゃったのかななんて思う。でしょうね。はい。いや、これからもなんかね、いろいろ広がっていきそうですので、本当に活動を楽しみにしたいなと思います。まさしく一所懸命だよね。いや、まさにそうですね。はい。あと、腹ペコファームの高橋さんとのね、ストーリーも素敵だなと思いました。で、どうせだったら、つながりついでに男塾の門でも叩いてみてほしいね、俺としては。そこもつながりそうです、ね。はい。でも、あんまり、ね、やると大変なことになりますから、あの二人は。そうですね。はい。いや、ドンキーさん、ここでお笑いをお願いします。はい、ホワイトハウス、斉藤祐樹さんとかけまして。かけまして。脱サラと解きます。その心は？社員は辞めましたが、しっかり社員輝いてます。はい。三色あぐみ、秋の味覚盛りだくさん。ピッカピカの新米、つや姫、雪若丸、コシヒカリ、生え抜き、一目惚れ、もち米、たっぷりご用意。旬の果物、ラフランス、庄内柿、リンゴも盛りだくさん。三色あぐみにみんな来てくれの。オールナイトカモスイ、毎週土曜の夜6時から翌朝8時まで無料ライブ映像配信中。土曜の夜はあなたの好きなところでクラゲたちに癒されてください。オールナイトカモスイで検索。鶴岡市立カモスイ族館。ママ、今日は何食べるの？ A コップのお店で美味しいものを買うのよ。はい。明日につながるエコープ。いいのいいの庄内、いいのいいの庄内、そんな昼間のままなるの、いいの庄内。ここからは庄内に関する話題やニュースなどを紹介していきます。はい。はい。今日すでに行われている、始まっているイベントになってしまうんですが、庄内町の余目駅近く、はい、新産業創造館クラッセにて、今日はクラッセ秋の大感謝祭が行われています。はい。クラッセというと、数多くの美味しいもの、新商品などが生み出されている場所でありますので、うん、今日もクラッセならではの美味しいものが勢揃いするイベントになっているそうなんですが。今頃はもうお客さんでいっぱいなんじゃないの？そう思います、ね、はい。で、まずは、カフェアマルメ製パンと角蔵コーヒー、これどちらも人気店なんですけれども、この2つのコラボカフェが午前、9時から始まっているそうです。
こちらは午後4時30分までのオープンです。焼きたてのパンと角蔵コーヒーさんの入れたてのコーヒーが提供されますので、ぜひこの機会に足を運んでみてください。他にもフェリチタプラス坂田店さんの出張店の、出店ですとか、初開催の加工場市が行われます。ちなみにこの加工場市の方が、あのクラッセ内にある六次産業共同利用加工場で作られたお菓子ですとか、はい、お惣菜などが販売されるという市場になっておりまして、例えばおなじみの原田のカレーですとか、あの原田のカレーもこのクラッセのこちらで生み出されたものなんですよね。はい、でその原田のカレーからは庄内豚キーマ、チキンと豆の煮込みカレーが提供されるということです。あ、いいよね他にもあの第3の芋煮としても以前紹介しました鶏肉と塩味の芋煮、どうした覚えてますか？あったね、庄内町から、はい、生まれたんですよ。あったよね、はい、それもこのクラスで作られたんですよね。はい、そちらも今日はあるということです。優しい味だよ。そう思います。だそこに、はい、あのラーメンの麺だったり、はいはいはい、おそうめんの麺だったり入れたりしても美味しいと思うよ。合いそうですよね、あったまるし、はい、赤ネギかなんかも足したいね、どうせだったら足したいですね、足したいね、甘み増しますね。ユーミンの声が聞こえてくるね、はい、はい、CM 効果ですねそれはねでそれからあの庄内産小麦を使った食パンですとかベーグルだったり、はい、庄内の郷土料理いとこ煮を使ったスイーツなどなど、さまざまなジャンルのお惣菜スイーツなどが味わえるそうです。また大抽選会の開催やあとマルシェなども行われておりますので、うん、あのマルシェの方では野菜や果物の販売、そして布小物ですとかアクセサリーなどの販売もあるということですし、足つぼマッサージ、アロマのワークショップなども行われているということですので、お楽しみください。フランスなんかでもね、やっぱり地方の村々とか行くとね、やっぱりマルシェがあってね、はい、本当にいい雰囲気なんですよ。なんか地域のものを使ったなんかオーガニックのものだったりとかね、乳製品だったりとか、そうなのよ、ね、なんかテレビ見てるとありますよ ね、俺もテレビで見たんだけどさ、ね、ハーブとかね、サボ行ったみたいなこと言ってるけど行きたくなりますよ ね、見てるとね、バラのオイルとかね、そう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 、肌のくすみはバラがね、そうなんですよ、取ってくれるんだって。そう、なんかラベンダーの香りをちょっと防虫剤代わりとかね、サシェにしたりとか、はい、これローズウォーターずっと考えてみてば、あの10年以上使ってんもので、あ、そうなんですか、うん、美肌効果、美肌効果おじさんって言われないように、おじさんだけど、そうですね、はい、香りもいいです、はい、あのこちらの、 あの今日の、秋の大感謝祭は開催時間それぞれ異なりまして、最初にしたコラボカフェは、最初に紹介したコラボカフェは午後4時30分まで、そしてあの加工場市などは午後3時まで、それからマルシェは午後4時まで、抽選会は午後2時までとなっております。すでに行われておるイベントですので、時間に気をつけてお出かけになってください。はい、はい、以上庄内の話題コーナーをお届けしました。Bye.
We're gonna shout to the top, shout. 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 スタイルカウンシルシャウトゥーザトップ、お聞きいただいておりますが、はい、人も物も出会いだねって思ったね。はい、出会いですよね、ピンときたらやっぱり、はい、110番じゃないけどこの話ピンときたらもう即動く。本当にそうですよね、フットワークの軽さがね、本当にいい方につながってますよね。そうだよ、はい、あと物もそうです、物、はい、本物だろうが偽物だろうがそんなの関係ないから、ほう、自分の感性にピンときたらこれは即買いですから。あ、そこね、ありますよね、ぼやぼやしてたら私は誰かのいい子になっちゃうんだからあん時の俺の煽りイカのように、いまだに俺なんか根に持ってくからね今もですか、今もアオリイカ、あん時のあの煽りイカ男はね大体ねちっこいのよ金色夜叉の時代から確かに、根に持ってんのは男、はい、また出てくるかもしれないじゃないですか。まあね大体一般的に女性の方があの読んで字のごとくめめしっていうふうに思われがちだけど、そうそう、うん、大体男だから、うん、あ、だから女っていう字使うんですよ。ああ、なるほどな、うん、女だから使わないんだと思います。相手からしてもらったことはすぐ忘れるくせに、はい、自分がしてやったことはいつまでも覚えてるんだ男っていうやつは。ダメですよそれは、ここは危ないから、はい、そういう話を来週してみようかそれではまた来週お会いしましょう、はい、セバノー、セバノー。この番組は湯の浜温泉絶景屋上露天風呂宮島、鶴岡市立加茂水族館、庄内の食材を生かした美味しいパン、パンハウス庄内、作る人の真心を食べる人の安心に、 JA 全農 A コープ、フルーツタウン串引き三直アグリ、鶴姫メロン殿様のだらちゃ豆の JA 鶴岡の提供でお送りしました。旅情豊かな大正ロマン銀山温泉、旅の心を古き良き時代の面影に見る旅館松本は、その湯の町に優雅に佇み、旬の素材と優しいぬくもりでお待ちしています。銀山旅館松本。台風にも雪にも強い、落ち葉も入りません。元旦ビューティー工業の雨問い、元旦打ち問い。金属屋根、雨問いの住宅リフォームは、フリーダイヤル 0120-094939、 丸くよくサンキュー。元旦は会長の名前です。味、ボリューム満点、鶴岡緑食堂。開業以来、お腹いっぱい食べてくれのーの思いをメニューに添えて、人気のカツカレー、唐揚げラーメン、チャーハンなどびっくりメニューがいっぱい。鶴岡みどり食堂。ありがとうのー、まだ来てくれのー。高麗人参健康食品通販市場売り上げナンバーワン、錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、元気健康絶好調、神秘の健康力。お問い合わせは 0120-66-7 が4つ、または神秘の健康力で検索。山形名物どんどん焼き、おやつ屋さん。定番のどんどん焼き、ソース味、チーズどんどんにピザどんどん。山形市花城公園南門すぐそば、おいしい楽しいおやつ屋さん。山形市13号沿いビビットコレクションの展示車は、関東首都圏に仕入れバイヤーがいて、写真だけではわからない下回りのサビ、室内のタバコ臭をチェックして展示しています。有料中古車常時200台展示、ビビットコレクションが11時をお知らせします。